どうもこんにちは、モノグラフの古口です。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。昨日というか今日の朝ですね、明け方動画撮ったんですけれども、iPad Pro 新しく出たやつ買いました。 iPad Pro の13インチ 1TB、 それに合わせてマジックキーボードと Apple Pencil Pro ですね、もう全部盛りのセットで買ったんですけれども、なんとお値段 iPad ですよ、 iPad でお値段45万円です。改めて1日経って冷静になって思いますけど、高い、どう考えても高い。僕の中でもまだね整理がちゃんとついてないので、今回はね、かなり雑談っぽくなるんですけども、反省会というか、なぜ iPad をどんな目的でどんなことをしたくて買ったのか、これをねちょっと皆さんにお話をしながらですね整理をしていこうと思います。多分ねあの発表を見て iPad 欲しいなと思う方ねたくさんいたと思うんですけれども、多分僕が考えてることと近しいことをね思ってる方たくさんいると思うので、僕がちゃんと iPad を使いこなせるかどうか、45万円分の価値を出せるかどうかっていうのを、人柱的な感じで実験台として参考にしてみてもらえると嬉しいです。発表会が終わって動画出した後、ちょっと仮眠を取ってね、改めて今回のねことを整理してみたんですけれども、ちょっとね今回話したいのはこの点ですね。iPad Pro、買った理由ですね。改めてこういう形でねこういうことがしたくて、買いましたっていう話、そして、懸念点ですね。おそらくこういったところでつまずくんじゃないか、 iPad ね、使わなくなっちゃうんじゃないかなっていうところがもう想定されているので、それは先にお話をしておきます。で、最後にですね、想定される未来ですね、僕の中で、こうなったらもうね大成功、めちゃめちゃ iPad 買ってよかったですっていう、ハッピーエンドの未来と、バッドエンドのね未来、こうなってしまったら良くないなってものがあるので、それもねお話ししておいて、で、その中で、実際ね僕が iPad Pro 届いてそれをね、本気で1ヶ月間使ってみて、そのねどの未来になるのかっていうところも含めてね、皆さんにお届けできればいいなと思っております。まずね、これねいろいろね挙げたんですけど、一番やっぱりね自分の中で大きいなと思ったのは、今回のね iPad Pro プロダクトとして、ものとしてすごいかっこいいなと思ったんですよね。正直今ね一番 Apple のねラインナップの中でも Apple らしい製品だと思ったんですよ。そのポイントはやっぱり薄さと軽さですね。やっぱり iPhone の製品ってこの薄さとか軽さって昔からずっとキーワードなんですよ。封筒から初代の MacBook Air をね取り出す時のジョブズだったりとか、 iPhone の試作機を水の中につけて気泡が出てきたら、この気泡の部分まだ小さくできるんじゃないかって言った逸話とかね、そういったところでやっぱりコンパクトに詰まったプロダクトを作るっていうところはずっとね Apple がやっぱり掲げてきたところだと思うんですけども、最近のねプロダクトあんまりそれを感じなかったんですね。 MacBook Air も正直ね今あんまりこうエアー感感じないですし、どんどんねやっぱりこう筐体が iPhone も含めね、大きくなってしまっているんですよ。その中で今回出た iPad Pro っていうのはめちゃめちゃこの薄さ、そして軽さ、そして性能を十二分に高めたっていうところで、かなりこれ、ガジェットとしての密度が高いと思うんですね。でこの密度の高さこそが Apple 製品の醍醐味だと思っていて、それを体現しているのが今回の iPad Pro だと思ったんですよ。なので、すごくねこれは欲しいなと、そのビジュアルとねコンセプトを見ただけで思っちゃいました。そんなロマンじゃんって言われるかもしれないんですけど、正直ねロマンがなかったら Apple 製品買わないですよね。みんな Windows とか Chromebook ね使うと思うんですけど、その中で Apple デバイスをね使ってる理由ってここにあると思うんですよ。デザインがとにかくかっこいいとか、触ってみたくなるようなコンセプトっていうところがあって、でそれが今回の iPad Pro は、僕 iPad ねしばらくねもう本当にこう7、8年ぐらい買ってないんですけど、久々にねそれを感じる iPad だったので、これはちょっと試してみたいなということでね買っちゃいました。そもそもねこう試してみたいと思うねガジェットが出るっていうこと自体がね幸せなことですからね。なのでせっかくの機会ということで、買いましたっていうのはありますね。で、次に実用的な面ですね。ここで考えていくと、今より薄くて軽いシステムに、ね、なるんじゃないかっていう、これはねすごい僕が、期待しているところですね。今僕が使っているこの MacBook Air のねこれ M3 のモデルなんですけれども、正直ね、そんなに言ってもね薄くもないし軽くもないんですよ。1.3 キロぐらいかなあるんですけれども、今回ね多分13インチの iPad Pro、 そしてマジックキーボードですね、これを足して合わせると両方とも軽量化されてる
ているので、この13インチ MacBook Air よりもさらに、ね、軽くなるんじゃないかっていうふうに思ってるんですね。まだマジックキーボードの、ね、重さが出てないのでちょっとね確証は得てないんですけども、もしねどっかでマジックキーボードの重さがね出てるっていう方いたらねコメントで教えてほしいです。僕はね本当にもう数年前からたびたびねもうずっと言ってるんですけど、やっぱり12インチの MacBook、 あのデバイスが、ね、最高に好きなんですよ。今でもねあれに M チップを乗せて出してくれないかなってめっちゃ思ってるんですけれども、今のね現行の MacBook だとその未来なさそうなんですよね。12インチの MacBook に代わるデバイスとして、まあ、可能性を感じたのが今回の iPad Pro だったんですね。もちろんねめちゃめちゃ高いですけど、まあ、それこそね12インチの MacBook の何倍するんだっていう話なんですけど、まあ、逆に言うとね12インチの MacBook に僕 M4 を乗せて出してくれるんだったら全然40万でも50万でも出します。でもそれを出してくれないので、まあねこれを買うしかないなっていうところですね。他には個人的なねプロジェクトの話になっちゃうんですけど、最近ね 3D プリンターねたくさん使ってまして、これとかねこの背面にGalaxy Z Foldっていうねこの折りたたみスマホの背面にこの S ペンですね、このペンを収納することができて、でしかもこれがスタンドにもね、なるよっていうこのね、ケースみたいなの自分で作ったりするんですけど、まあ、こういったね 3D の今デザインをやっていて、その時ねやっぱり iPad ってすごいね相性がいいんですよね。 Shaper 3D っていうねいいねアプリもありますし、やっぱりある程度ね大きいね画面でこうやってペン使えると、まあ、すごくね快適だろうなと思うので、そこもね使ってみたいところではあります。で最後にね、まあ、今回買った理由なんですけども、まあ、やっぱり発表会の流れとかを見ていて、こう Apple のやりたいこと、今後本流でやりたいことの流れっていうのは、まあ、こっちのね iPad なんじゃないかなと思うからですね。やっぱりねこう明らかにここ数年ねこう MacBook とかねこうでっかい Mac よりも iPad に力を入れてるなっていうふうにすごく感じるんですよ。PC とかスマートフォンたくさん競合がいる中で iPad ってマジでねタブレットの中で今一強なんですよね。タブレットの市場のシェアのほとんどやっぱり今 iPad が取ってる状態で、まあ、ここまで強いプロダクトってないんですよね。なので、まあ、ここでねしっかりこう顧客をね囲っておけば他の Mac とか iPhone の売り上げにもつながるので、まあ、やっぱりね iPad って力を、ね、入れるポイントだとも思うんですよね。もちろんね Mac ユーザーとしてはちょっと寂しい気もするんですけども、そこにベットする気持ちはねすごくわかるし、まあ、経営判断としてもねやっぱり正しいなと思います。なので、まあ、やっぱりね、まあ、そこの本流のところに乗っておくことによって、まあ、今後ねこう最新のデバイス使える可能性があったりとか、まあ、それこそね今回こう M3 を飛び越してまだね MacBook にも乗ってない M4 を先に iPad に乗せてくるっていうところがかなりねこう Apple としても iPad へのこう強気のね攻めの姿勢を感じるんですよね。まあ、なので、まあ、そういったねこう Apple がやりたいことの方向性っていうのをまあ感じるためにもですね、やっぱりしっかりね iPad を使っておく必要があるんじゃないかなと思いました。続いて懸念点ですね。 iPad 買ったはいいものの、まあ、ここでつまずくんじゃないかなってポイントは多分皆さんもね想像してると思いますし、まあ、僕もねその同じね悩み抱えてます。まあ、まずね一つ目は、まあ、普段 MacBook を使ってる僕からすると、まあ、絶対に作業効率は落ちると思います。まあ、どうしても MacBook に比べて iPad とねまだまだこうシングルタスク寄りのねデバイスなので、まあ、一度にできる作業もね少ないですし、まあ、やっぱりこうショートカットキーとかあとカスタマイズですね、自分好みにこう PC をね動かせるね細かなカスタマイズっていうところが Mac に比べるとやっぱり全然ね少ないんですよ。 Mac だったらトラックパッドのジェスチャーとかショートカットキーとかもね全部ね割り当て変えることもできて、本当にこう自分の手足みたいに動かすことができるんですけども、まあ、どうしてもね iPad はそこまでのカスタマイズ性がないので、まあ、やっぱり iPhone と MacBook の中間ぐらいのねこう使い心地になっちゃうんですね。普段ね動画編集とかしていて、まあ、MacBook はね本当にこうサクサクねすごくスピーディーに作業ができるなと思うんですけども、やっぱり iPad にしちゃうとそこのスピードっていうところ、効率っていうところはどうしても落ちちゃうんじゃないかなと思います。もちろんねこうペンが使えるとかタッチができるとか、まあ、そういったね利点はあるんですけれども、その分犠牲になるものもね大きいんじゃないかなと思ってます。であとはね、まあ、本当に実用的な話で、まあ、Mac でしか使えないアプリがねたくさんあります。まあ、僕で言うとさっきの 3D ねプリントの専用のソフトだったりとか、まあ、Microsoft の、ね、Office とか特に Excel とかですね、あとスプレッドシートとか、まあ、そういったね結構やっぱり Mac じゃないと使い心地が悪いなっていうものがたくさんまだまだあるんですね。もちろんね iPad 独自の iPad にしかないねアプリっていうのもあるんですけども、まだまだねどうしてもそのアプリの対応の数とか、まあ、サードパーティー
ーティーのねアプリとかを考えると、まあ、どうしてもね Mac の今までこう積み重ねてきたねたくさんのこの財産っていうところには追いついてない印象があるので、そこのところでねどうしてもこのアプリを使わなきゃいけないとかそういったねものが発生して iPad ねこう使わなくなっちゃうんじゃないかなっていうのはあります。まあ、ただこれは一個ね希望があって、あのリモートデスクトップですね、家にある Mac を遠隔で iPad で操作をするっていうね、ものがありまして、それをちゃんと使いこなすことができれば、まあ、iPad も使えるし家のね Mac も使えるしっていうことで、まあ、両方使いができるんじゃないかなと思ってるんですね。でこれがうまく機能すれば MacBook ね持ち歩かなくても iPad だけで作業できる未来もあるんじゃないかなと思ってます。まあ、この辺はねちょっと僕がね、まあ、今現状で考えてる懸念点で、最後に、まあ、想定される未来未来ですね、どうね、未来が変わっていくかっていう話、僕の第一希望ドラフト1位のね、未来はねこれですね、まあ、未来 A とね仮に名付けるんですけども、今ね、使ってる MacBook が iPad に置き換わるっていうね未来ですね。まあ、本当にねまあ、僕も15年前ぐらいはまだね MacBook 買う前に iPad ね初代の iPad 買ってそれでねブログ書いてましたし、外付けのキーボードまだね使えなかったので、このソフトウェアの画面のキーボードでブログ書いたりとかコーディングしてたね過去があるので、まあ、決して無理じゃないとは思います。多少ねこう使いづらさとかはあると思うんですけども、まあね全然ねそれでねいけるね未来っていうのもあると思います。まあ、現にうちのねトリップの平岡も、まあ、iPad ねメインでやってたりするので、まあ、多少ね不都合なところはあれどできないことはないと思うんですよね。で、まあ、かつね、まあ、WWDC6 月に、ね、開催があるんですけれども、まあ、そこで iPadOS がね超進化してくれるっていう、まあ、大穴の可能性もあるので、まあ、この MacBook が iPad に置き換わるという未来、まあ、これも可能性としてはまあ 20% ぐらいかな、まあ、20% から 30% ぐらいあるんじゃないかなと思ってます。で僕はこれを目指して、これからね手に入れたら1ヶ月間ね、しっかり頑張ってみようと思います。値段関わらずですけど買ったからにはやっぱりねその性能をねしっかりちゃんとね引き出したいなと思うので、本気でね使いこなしに行ってこの未来 A ですね、ここを目指して僕はね頑張ります。まあ、MacBook 大好きなんですけど、まあ、それを iPad で超えることができないかっていうね挑戦はねちょっとしてみたいなと思ってますね。で、次にね、まあ、あり得る話で言うと、まあ、MacBook やっぱりね抜けることができなくて MacBook がメインの端末で、サブで iPad を使うっていうね運用ですね。まあ、一番ね、まあ、これがまあつまらないというか、まあ、落としどころとしてありそうなね話なんですけど、まあ、現実的にねありえそうなラインでもあります。まあ、今回ね iPad Pro ねすごく薄くなって軽くなったので、まあ、単体でね、こう持ち歩く分には MacBook と合わせて持ち歩く分には、結構成立しそうだなとも思ってるんですね。まあ、でもそうなると、まあ、13インチ買ったんですけど、まあ、11インチの方がいいんじゃないかなとか、マジックキーボードもいらないんじゃないかなとか、構成の、ね、変更はあるかもしれないんですけれども、まあ、両方ともね使うっていう、まあ、折衷案ですね。まあ、できればこれの未来はね取りたくないんですけども、この可能性もあると思います。まあ、そしたらね、まあ、個人的にはスペックとかもね特に M4 のスペックいらなくなるので、 iPad Air をね薄型化してくれたらねすごく最高だなと思うんですけれども、まあ、このね未来もまああり得る未来ですね。そして最後に未来 C、まあ、ある意味まあバッドエンドとも、まあ、ハッピーエンドとも言えるのかもしれないんですけど、iPad を手放して、結局ね使ってみたけど手放して今と同じね MacBook をメインのね端末として使うっていうスタイルに戻るっていうところですね。まあ、実際これはめっちゃあると思います。多分半分ぐらいかな、 50% ぐらいの確率これになるんじゃないかなと正直僕は思ってるんですけど、まあ、このね MacBook っていうものがねもう完成されてるんですよね。まあ、この中にこのね PC とこのキーボードとトラックパッドですね、これが全部備え付けられていて、まあ、一体型で持ち運べて、でほとんどねソフトが使えるっていうことなので、まあ、これにね勝るね便利さはやっぱないんですよね。僕もね一時期は MacBook そして iPad mini で iPhone ですね、この3つ Apple 三種の神器を持ち歩いて、使ってたんですけど、まあ、そこからね落ち着いたのがやっぱりねこれですね、折りたたみスマホ MacBook とこの折りたたみスマホ1台っていうこの2台体制で生活をするっていうスタイルがもう3年ぐらいかな続いていて、まあ、これがやっぱりねすごくねいい最適解だなとも思うんですよね。まあ、ちょっとねエンタメとかタブレット的なね用途はもうこのね折りたたみスマホで解決をして、で仕事はしっかり Mac でやってっていう、スタイルでねやってきてるので、まあ、結局これがいいんじゃないかなってなる可能性も全然あると思います。まあ、そしたら
まあ、本当に高いですけどね、高い勉強代として、まあ、やっぱり iPad はね、こうメインの端末、そしてコースターメインに入らなかったなっていう結果も結構な確率で、かなりの確率で正直あるんじゃないかなと思います。では最後ね、軽くまとめに入るんですけど、まあ、結局僕考えてみたんですけど、欲しいものってもうね、 MacOS が入った iPad か、もしくはめちゃめちゃ薄くて軽い MacBook のどっちかなんですよね。でこの2つがね、両方とも今存在しないんですよ。どっちもね、こう Apple が出してないプロダクトで、ユーザーとしてはもうどちらかに寄せるしかないんですよね。 iPad 側に寄せるのか MacBook 側に寄せるのかっていうこと でその存在しないねプロダクトについてあれこれ言ってるね時間ももったいないと思うので、まあ、やっぱりねこう可能性を試していくしかないんですよね。でもう MacBook に関してはもう本当にね、もうずっとね使ってきて、もうある程度ねやれることね全部分かったので、まあ、ちょっとね、まあ、ここらのタイミングで iPad もねしっかり本気で取り組んでみて、まあ、可能性があるかどうかをね探ってみようっていうのが今回ですね、まあ、本気で探ってみて、まあ、それでねやっぱりどうしてもねダメだとなったらすっぱり諦められるし、もしねそちらのね iPad の方向性で可能性を見出せれば、またね新しいね面白い方向性がね生まれるんじゃないかなっていうことで、まあ、どちらにしてもね、僕にとってプラスになるかなと思ったので、今回ね iPad を買ってみました。まあ、多分ね iPad ってみんながねなんとなくこう欲しいけど本当にね使うかどうか分かんないみたいな、一番ねこう中途半端な立ち位置なプロダクトでもあると思うんですよね。まあ、なので、まあ、ちょっとその iPad を僕がしっかりね本気で使ってみて、その結果がどうなるか見てもらえればね嬉しいなと思います。はい、まあ、そんな感じの、まあ、買いましたっていう報告と、まあ、決意表明ですね、しっかり使ってみて、ちゃんとね、結論を出そうと思いますというお話でした。またね発売日にね届くので、15日かな、iPad 届くので、そしたらねまた動画でねお伝えしようと思います。なのでぜひねチャンネル登録をして、待っていてもらえると嬉しいです。はい、こんな感じでこのチャンネルモノグラフではこういったねガジェットに関するお話とかインテリアの話ねよくしておりますので、またね、次の動画見に来てください。それではまたお会いしましょう。モノグラフのモチでした。バイバーイ。